ヤニヤが止まらない。いい顔してますね、結構ね、なんか。これめちゃめちゃ綺麗です。めちゃめちゃ。みんなにも聞かせますね、この音。車の話、出張坂の店のコーナーでーす。イエーイ。始まります。あれ？はい。ひろきさんじゃない。はい、どうも皆さん、現役レースクイーンの若者代表女性目線から車を語らせていただきます、江崎ロアです。よろしくお願いします。お願いします。飛ばしてますね。はい、元気ですよ今日も、はい、実はですね、さっきまでね、あの収録の方のパートにも出てもらったレースクイーンの江崎ロアさんと今回の動画はお届けしていきたいと思うわけなんですけれども、今回はですね、ちょっと車をご紹介させていただきたくて、もうまさにそうなんです、突っ込みたくてしょうがない、早くぴったりのお車をご用意させていただきました、はい、インプレッサの WRX です。はい、涙目でね、私も全く同じ型のね、インプレッサ、はい、GDA の涙目のインプレッサ乗ってるんで、ちょっといろいろね、聞きたいし気になりますよね。そうですね、なのでまあ今回ね、ちょっとご紹介させていただくんですけれども、まあ車はね、実はね、ドノーマルなんですよ。そうですね、見た感じそんないじってるわけでもなく、はい、でまあ、あの江崎さんもね、あの同じ方乗られてるんでわかると思うんですけども、はい、20年経ってるんですよ、この車。そうなんですよね、はい、私の車は2004年式なんですけど、はい、これが何年式でしたっけ。これも2004年式平成16年の車なんですよね。私の車と一緒ですね。はい、綺麗じゃないですか。もうめちゃめちゃ、そのさっき20年経ってるっていう割にはめちゃめちゃ綺麗ですよね。はい、この車実は全塗装したんです。あ、だからだって私の車すごい塗装ハゲがやっぱりこの年代の車すごく目立つんで、はい、確かにめちゃめちゃ綺麗。塗りたてですかこれ。2日前に終わりました。ああ、もうお疲れ様です。はい、あの実はですね、まだちょっと細かいところはね、この辺とかも持病だってね、しょうがないと思うし、うん、塗ると思えばまた綺麗になりますもん ね、この辺も。そう、あのやっぱりスバルの青というか、まあ、青色とか赤色って結構色褪せしやすいので、ああ、そうですよね、やっぱりこうどう頑張っていてもなかなか20年ぐらい経ってくるとどうしても塗装のね、うん、やれて出てきちゃうので、やっぱりそこをシャキッとしようということで、これは黒色に塗ってきました。あのトヨタの202っていう黒の色があるんですけど、色を使ってるんですね。はい、その色で、塗ってきました。まあ、あとはね、あのヘッドライトも磨いたらまだあの結構ね、ちゃんとそう、あれは残ってたんで、もうかなり綺麗に、黄ばみが全然ないですよね、はい、だいぶクリアで、うん、そうなんです、すごい、だいぶ頑張った。だいぶ頑張ってもらいました。どうしても、ね、20年前の車で私の車とかだいぶちょっと黄ばみが目立っちゃってて、はい、なかなかね、落とそうと思っても頑張って落ちないんですけど、これめちゃめちゃ綺麗です、はい、めちゃめちゃ綺麗なんです。はい、まあ、そしてね、まあ、江崎さんやっぱりこの車乗られてるじゃないですか。はい、実際もう4年乗ってますね。はい、一番の魅力ってどこですか。一番の魅力はもうやっぱり、まあ、4年乗ってるんでいっぱいあるんですけど、はい、まあ、見た目も本当にまあスポーツカーって言われる形でかっこよくて、うん、それでいてめちゃめちゃ高くない、そう、すっごい高い値段でもなかったんで、あと速い、はい、うん、もう性能抜群、はい、乗り心地もすごくいいし、まあ、私も実際乗ってて、まあ、サーキットとかも走るんですけど、じゃなくて普通に街乗りと、あとスーパーとか買い物この車で行くので、そういう面でも使える魅力ですね。はい、ちょっと内装も見ていきましょう。そうですね、はい、ノーマルです。めちゃめちゃ綺麗です。はい、あ、すごい、まあ、このセミバケみたいなのがもう純正なんですけど、まあ、どうしてもちょっとここはやっぱ20年前の車なんで、このスバルのロゴのところ、私のもそうなんですけどちょっと擦れちゃうんですけど、この辺とか全然擦れなくてめちゃめちゃ状態いいです。これは綺麗です。はい、であとさっきも言ったと思うんですけど、ここのね、セーターのここら辺めちゃめちゃね、はい、結構古い車は特にスポーツカーとかだと結構剥げちゃったりするじゃないですか。はい、あと年式的にこうベタつく車もあったりするんですよね。多いですよね、はい、ないんですよね、これサラッサラ。あと割れてないっていうのも、ね、割れてなくてポイント高いですよね。そうなんですよ、はい、私の車も割れてないです。もう9万キロ近いんですけど、はい、割れずに残ってます。うん、ちょっと座っていただいて。あ、座っちゃっていいんですか。いいですよ。あ、じゃ運転するわけじゃないんで、ちょっとね、ヒールで失礼します。あ、まあ、実家のような、実家のようなね、この音もね、はい、しました。まあ、良くも悪くもちょっとね、まあ、当時の雰囲気もちょっと残っててね、オーディオなんかはね、うん、あの、まあ、新しくしてもらえればと思うんですけど、はい、そうですね、これでいろいろね、つけられる、私も新しい別のオーディオ入れて、はい、普通に Bluetooth で音楽聴いたりもできるし、うん、でまあ、これも純正なんですけど、これ結構使いやすいんですよね。そうですね、やっぱりこうアナログが一番っていうところありますよね。結局今の車全部こう、もういっぱいボタンついてて、はい、もうよくわかんないじゃないですか、
めちゃめちゃいいですよ。暑かったらこうやってやって、そうですね、すごい便利です。エンジンもかけてみますか。エンジンかけますか、はい、ちょっと頑張ってクラッチいきますよ。あ、そうか、ヒール履いてましたからね。はい、じゃちょっと、まあ、ヒール履いててエンジンぐらいかけられるんで、はい、音ですよね。音です。音ちょっと後で聞きに行きましょう、はい、メンテナンスとかいろいろこういうとこ直したなとかっていうのって今までこうエピソードありますか。一番4年乗ってて私パワステ2回もう死んじゃって、うん、はい、一式一回変えたんですけど、最初ラックだけ変えてなかったんですよ、はい、で2回目この間も長野の氷上走行、うん、インプレッサで行った時に壊れちゃって、はい、重捨てで長野から帰ってきたんですけど、おそうなんですよ。結構パワステ、うん、結構お亡くなりになること多いかもしれないです。そうなんですね。でトータルでパワステ類で20数万円、はい、費用かかりましたね。まあね、工賃とかもね、いろいろかかりますからね。かかっちゃうんで、やっぱり、はい、でもパーツ自分で取り出したりとか、うん、できるとこ自分でやったりしてちょっと費用を抑えたりしてるんですけど、うん、あとはでも私の車さっき言ったんですけど、まあ、これ11万キロで私の19万キロなんですけど、うん、特にまだ不調がないんで全然平気なんですよ、はい、まあ、ちょっとクラッチがそろそろかななんですけど特にまだ大丈夫そうだし、うん、はい、全然持つんですよね。正直丈夫ですね、スバルのエンジンね。丈夫なんで駆動もね。11万キロなんかまだ全然大丈夫だと思います、はい、うん、ちなみにね、これ新井宏樹曰く、はいはい、ボディが GDB より軽いらしいんですよ。あ、それ言いますよね、はい、GDA って結局 GDB より軽いっていう話をよく聞くんで、うん、まあ、パワーね200やっぱ50、60ぐらいしかないんで、はい、STI には劣っちゃうんですけど、うん、でも街乗りとかする分には逆に GDB って絶対オーバースペックなんじゃないかなって自分がちょっと A を褒めすぎちゃうとこもあるんですけど、うん、うん、街乗り、うん、特に高速とか乗ってるとめちゃめちゃ走りやすいんで、はい、うん、ちなみに江崎さんが普段こう乗ってると燃費ってどれぐらいいきます。頑張って高速で、まあ、13。あ、でも結構スポーツカーで、ね、言われます。すごい行きますね。インプなんか一桁だろって言われるんですけど、うん、一桁だと思ってましたもん。みんなに言われるんですけど、もう結構本当にすごい気にすると13ぐらい私の車行きます。おー、じゃあ結構こうスポーツカーだとね、やっぱりリッター10行ったらいいじゃんってよく言われますけど、言われ、しかもこの、ね、年代の車とかだとそうだと思うんですけど、はい、全然まあ平均で本当多分11ぐらい行きます。はいはいはい、かなり燃費が良さそうですね。いいです、ね、はい、はい、というわけで江崎さん、はい、なんか音大好きらしいですね。はい、私そうなんですよ、ね、GDA の特なんといっても一番の特徴って言ったら不等調のサウンドなんですよ、はい、この不等調って、まあ、知ってる方は分かると思うんですけど、等調こう均一じゃなくてドロッド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 ロみたいな、分かりますかね。この音が好きで私は。かけますから待っててくださいよ、はい、ごめんなさい、じゃあぜひ聞いてください。みんなにも聞かせますね、この音。だいぶ吹かしてくれた。ドロ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 っていうちょっと均等じゃない音がすごいかっこよくて、人気、やっぱ人気があって、 GTA って全部この不等調サウンドなんですよ。 GDB って、まあ、いろんなね、丸め、涙目、高めってあるんですけど、 GDB になっちゃうと丸めのアプライド AB 以外は確かもう等調サウンドになっちゃって、この音が聞こえないんですよ。だからあえてこのラリーのインプレッサ乗りたい、でも不等調がいいって人は GDA がおすすめです。この音が人気なんですよ。あのね、今ずっとね、もうね、ニヤニヤが止まらない。いい顔してますね、なんかね。ご飯3杯ぐらいいける音でした。はい、はい、というわけで江崎さん、はい、GDA 見てきたんですけれども、どうですか、こういうこうね、シャキッとさせた GDA もいいんじゃないですか。いいですね、やっぱりどうしてもスバルのインプレッサーって青のイメージが多いんですけど、いいですね、黒やっぱり引き締まってかっこよく見えますね。はい、最近 GDA もどん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 値段上がってるんですよ。高いです、中古のスポーツカー高くて、はい、もう GDA ですらもう200万ぐらいしますよね。そうですもんね、今車によっては本当にもう新車近い金額がしてね、新車価格オーバーですからね、今旧車は、はい、ね、まさかまさかのっていう感じであるんですけれども、 でもね、これ江崎さんと同じ年式の2004年で今11万7千キロなんですけど、全然インプレッサーの中で低走行車だと思います、はい、11万ならいいと思います、おすすめです。ありがとうございます。というわけでそんな江崎さんもおすすめの GDA インプレッサーいかがでしょうか。お問い合わせお待ちしております。お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。
モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、まあ、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、本当にね、AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、テリーちゃんの車の話という、ね、そうですね、番組にもね、たくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、ふるってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています、まあ、今もね、塗装部も板金部もね、稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか、はい、中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ、お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索。車のことならアヘ、ガスタムカー中古車販売、回転ならアヘッド。車の話、番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。